相手運動会で怪我したとか。皆さんこんにちは、オルタナチャンネルの内藤です。ウィン渋谷ジャパンです。これすごいな。前にカップラーメンを作る自販機を、うん、まあ、内藤が買ってきてて、うん、で俺もね、何か面白い自販機ないかなって探したのよ。そしたらガムの自販機、今あんま見ないよね。あんま見ない。おすっと出てくんだ。ちょっと開けるよまず。うん、開いた。うわー、むきだ。おい、むき出しだね。ほんとにガムの匂いがする。で、ここに単一乾電池があるんだ。ああ、なるほどなるほど、うん、4本ぐらいセットするのか、うん、じゃあちょっとじゃんけんで負けた方か、単一乾電池買ってくる。オッケー、行くぜ。地味に嫌なんだよな、電池買いに行くの。あっち向いてそっち向いてじゃんけんポン。負けたし。じゃあ単一電池を、うん、動くのかな。セットしました。これ俺説明書読んでいたよ。マジで。ここのボタンを1秒以上長押しすると動き始めるらしい。ほんと？うん、行くよ。じゃあオッケー。来た来た、ボタンが光った。あ、ほんとだ。うい、開いた。おお。じゃあガム、うん、一応買ってます。さあ、びっちり詰まった。びっちりびっちりやで。さあ、がっつり入ってます。上にこういうに10円硬貨と100円硬貨入れるところがあります、うん、じゃあこれで入れてみるよ、うん、お、来た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 。100円、ここに。ほんとだ、100円ってなってる。じゃあ俺一番好きなのは、うん、これ梅ガムだから梅ガムいきます。お、あ、来た。梅ガムゲットということで、ガムめちゃくちゃ自販機の中入ってるんで、うん、ちょっと今回これ使ってちょっとしたゲームしたいなと思って、うん、はいはい、このガムを、まあ、口に含んでって何枚入れられることができるか、どんだけ口の中に、どんだけ詰められるか。なるほどね。いやー、いいね。で、先にギブアップした方が負け。いや、それは自信あるの、勝てば。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、いこうでしょ。じゃあ俺から。じゃあまず、このブルーベリーから、うん、オッケー。こっちから。先行めっちゃ不利じゃん。先行めっちゃ不利だけど、うん、まあ、高校にプレッシャーを与えられるよね。じゃあ、含んでいきます。口の大きさは俺の方がでかい気するけどな。俺ね、この顎がめっちゃ細いね。尖ってる。俺、城之内くんって呼ばれてるから。城之内くん並みに尖ってるって言われてる。でも、矯正してるもんね。矯正してる。顎小さくて歯入りきれてなかったでしょ。中学校の時か、マジでガタガタだった。歯前にあって、後ろにもう一列歯があるみたいな。俺、歯並びいいから、もう顎はしっかりしてる。生まれた時からしっかりしてそうだもんね。しっかりしてる。9枚目、1個完食。さあ、次の後。オッケー。じゃあ俺、好きな梅ガムいくわ。俺好きなんで、梅味が何でもすけど。あ、そっちっちゃ。じゃあ俺、本当は2050年くらいに生まれる骨格なんだよ。食欲は原始じゃん。俺は未来。どんなチャンネルだよ。結構なバグあんや。え、そんな。うわい、これ最後1枚。あ、いった。もうブルーベリーで攻めよう俺。これまだまだいけるわ。あ、甘さもつらい。ラスト18枚目。さあ、2つ目。さあ、まだ言うよ。じゃあ俺ちょっとね、もうこの甘さがダメだから、俺切り替える。俺もうくるみんっていくわ。これね、甘さを克服すればなんとかいけると思う。この作戦成功だわ。めっちゃ食べやすい。え、もう、いや、まだやる。はい、じゃあちょっと梅いこう次俺。えそれ無謀だよ。3袋目。こんな結構大変な気分になってたんだろう。さあ、ラスト1個、うん、入った。俺はもちろんクールミント。ここら辺からきつくなってくるな。もう城之内くん頑張って。城之内死すかもしれない。いや、まだここで死者蘇生だ。ジョロー、死者蘇生言えてねえ。入った。クールミント、うわ、ついに味が変えてきた。硬いね、ただクールミント。ほんと泣いてんじゃん。うん、この回で終わると思ったのに。なかなかやるじゃねえか。はい、俺はもうクールミント。かん。クリア。うめえ。なんでチャットって言った。もう行くぜ。うん。もう喋れない。もう喋れない。マジでやばいよこれ。手の中に空間がない。自由の時間バーレー。いや、頑張りや。渋谷ジャパンです。あ、ほんま。
終了。